どうもなるみです。どうもなつめぐです。こないだワクチン3回目打ってきたんですけど、お、どうでした？なんかめちゃくちゃ体調悪くなったんですよ、2回目の時。うん。3回目も相当やばいかなと思って備えたんですよね。うん。今回の備えはですね、実家に行くっていうのをやってみたんですよ。ほう。めちゃめちゃ親に看病してもらおうと思って、うん、実家に行くとまだ僕の部屋はあってね、そこで寝てたらご飯出してくれるかなと思って、実家に帰るっていう、大人としてどうなのかなっていう選択をしたんですけど、実家に行ったら親がいなかったですね。やっぱりもう寿命というのは辛いもので旅行とか行ったのかなと思うんだけど、うん、うん、結局一人でもっと自分の部屋に寝てネットフリックスとか見てたわ。で、2日ぐらいでなんか熱が下がって、前回ほど辛くはなかったなって感じですね。3回目のいわゆるブースター。僕は全然いいと思うんですけど、今のあれですね、文章で書いたら、あのどこから何個かは石飛んできそうですねそう例えば、うん、自分の年なんちょっと上のね、親がいるところにこのご時世に行くのかみたいなね、とか。まあうちの親はいいのよいや近所だからさ、はいはい、割とさ、うん、会いに行くなとか、うん、言われちゃうかもしれない。あとこの年になって親にそうやって面倒見てもらうのはいかがなものかとかね、うん、言われちゃうかもしれないですね。言われますよね。でもね、思うんだけど、そういうああだこうだってさ、まあ所詮人んちの話じゃないですかっていう。うちはうち、よそはよそ、うちはうち、よそはよそっていう、それで済む話なんだよねうちはうちなんすよ、うんうん、じゃあそれは結局そんなに熱とかは出ず、出なかったっす。まあ37度5分とかかな、うん、うん、8度まではいかなかった感じですね。なるほどね。うん、まあでもなんかたくさん漫画とか買い込んで、あとなんだっけ、カルタの漫画、ちはやふるがね、あ、ちはやふる40、ちょうどその無料期間だったのよ。はいはい、48時間。さすがにそれは見れなかったわ。え、ちょっと読みました？いや、全然。なんか漫画をじっくり読むっていう体力ではなかったかな。僕はもう常に提唱してるのが、うん、ごちうさ、ゆるキャンと言われるですね、このあたりの動画を見ます。これは何かと言いますと、ちょっと可愛い女の子が普通に日常に生きてるんです。で、これは男目線じゃなく、女性の知り合いからもサジェッションをもらったんですが、そうすると誰も死なないし、誰も罵倒することなく、脳みそをほとんど使うことなく、脳死してぼーって時間が過ぎていくともう寝ろよそれ。もうでも寝まくってあ、もう昼間、ね、目は覚めちゃった。そう、昼間寝れないじゃないですか。はい、どうします、うん、ゆるキャン見る、うん、ごちうさ見る。そうすると、うんうんうん、あー、なんか可愛い着物が動いてるな、ってストーリー進んでるな、ふむふむっつって、あ、1時間経ったわみたいな。ごちうさゆるキャン、あとなんかなんだろうね、なんだっけ、あの堤防部。ああ、はいはい、堤防部いいね。堤防部いいよね。 あれはまあ僕釣り好きなんで、ちょっと脳みそ使っちゃうかなそうか、うん、全然使わないんだけど。ああ、そう、ああいう竿使ってんだとか、ちょっとなんか見ちゃうから、うん、ああいうね、なんだろうね、可愛らしい人が可愛くキャイキャイしてるだけでいいんすよ。そういう風になんか女性を見るの俺は良くないと思うよ。まあ別に男性ものでもいい、何でもいい、猫でもいい、うん、何でもいいの、ストーリーが進めばいい。タッチでもいい。タッチはやっぱさ、ちょっと感情まあ上がり下がりさ多少されるじゃん。まあカズヤ死んじゃったりするもんね、うん、前も言いましたけど、知ってます？カズヤ死ぬ時、足立みつる先生殺すなって言われてたんで。そうだよね、編集長からね。そうだから、うん、死んだ原稿だけ書いて行方不明になったんで、うん、それ伝説ですよね。なるみさんが辞めるとき、あれ下書きに入れて消えたぞみたいな、あれ公開してから消えたぞみたいな、あの記事よみたいなそういう辞め方いいねなんか俺もバズフィル辞めるとき話題作を公開したまま辞めたかったな。それやばいね、めちゃくちゃシェアされるけど本人はいないみたいな、
いや、そうそうそう、削除されるだけだわ。そうだと、その前に誰かの目を通さずに公開できないよね。どんなガバナンスがない。いや、でも今時削除ボタンを押そうがリスクだからさ。なるほどね。消える。削除難しいよね。消すと増える説ね。消すと増えるっていうのは本当その通りだからさ。うんうん、なるほど。成美さんはブースターでそうやって。そう、ブースターすると、どうなんだろうね。感染しても軽症なのか、感染しにくいのかよく分かってないんだけど、うん、まあ、早いとこやっときたいなっていう感じですね。ね。いやいや、まあね、いろいろそういうのを打つ、打たないとかもね、個人のいろいろがあるので。もう自由なので、推奨するものではないので。うん、推奨していい気がするけど。いやいや、嫌な人はやった、やめた方がいいじゃん、まあね、そんなの、まあねうん。確かに確かに。最近何してるんですか、なるみさんは。最近？うん。お仕事以外は。仕事以外はね、結構スポーツジムに行くことが多いね。スポーツジムって？スポーツジムっていうのは、コナミみたいな？例えばそう、ティップネスに行ってますね、僕は。ティップネスに行って、スタジオで、何？めちゃめちゃ運動して。運動って何するんですか？走る。ほんとね、あの、スタジオレッスンつって、30人、40人が入って、先生が前一人いるんですよ。ああ、そう、その先生を見ながら、はいはいはい、こういう。はい、1、2、1、2みたいな。ダンベル持ち上げたりとか。こうやって、ローイング、うんうん。バックなんとかみたいな。はい、あと、寝っ転がってこうやって。ベンチプレスみたいな。ベンチプレスみたいなやってるっていうのを、曲に合わせてやるんですよね。うん、そういう45分ぐらいの、そういった時間決まったレッスンやって、汗かいた後に、ちょっと走ったりして。でその後お風呂入って、ティップネスがいいのはね、露天風呂とかなんですよ。露天なの？露天があんのよ。へ、まあ露天通ほどそんな空見えないけど、一応屋外にお風呂があって、ちゃんとねサウナもあって水風呂もあるから結構気持ちいいっすよ。ほんとだ、ティップネス。うん、まあたまに増田さんと会ったりとかね。増田さんも行ってんだ。行ってる行ってる。増田さんも15年ぐらい行ってんじゃないかな。へえ。もう、近所にあるからさ、はい、風呂代わりなんですよ。なるほど。うん。へえ、知らなかった。最近は僕はダイエット中なのでね、お食べ物で言うとね、うん、すげえおすすめなのが、干し豆腐食べてます、すごい。もう一回言って。干し豆腐って知ってる？全然。食べたことない？あの、中華料理屋とかで飲むとさ、あー、見たことあるわ。細い。乾燥した豆腐出てくるじゃん。豆腐なのかどうか知らんけどね、乾燥しちゃってると。それ豆腐なんですよ。でもこれ分かる、見たことある。中華料理屋でキュウリと一緒に出てくるやつ。中華料理屋で前菜出てくるでしょ。キュウリと唐辛子と一緒に出てくるわ。キュウリとかね、あとパクチーとかと混ざってごま油かけて出てくるんだけど、はいはい、それね、僕は結構冷凍でまとめた量買っといて、うん、家で料理して食べるんだけど、それすごい美味しいんだよね。あのね、焼きそば代わりに、焼きそばの麺代わりにしてね、食べるといいっすよ。干し豆腐は、固めに作った豆腐を圧縮し脱水する作り方でできた豆腐。で、うん、原材料は豆腐と一緒で、栄養成分は 100g あたりのカロリーが 159kcal で豆腐と一緒。で、ただ、糖質が 90% オフ。うん、糖質ほぼないようなもんなんですよ。うん。で、タンパク質はあるのでね。なので、ほんと麺の代わりに干し豆腐使うとね、うん、満足度高いし歯ごたえ的にも全然問題ないのでね。へえ。干し豆腐を焼きそば代わりに食べるっていう料理をね、僕結構もうちゃちゃっと作っちゃいますね。最近ダイエットの成果としてはいつから始めて、どんぐらいの何日ぐらい続いて。ちょうどね、1月の3連休後の1月10日ぐらいからかな、うん、始めて、今ちょうど1ヶ月で、で、マイナス3キロっすね。なので、月に3キロずつ減っていくっていうのが。え、それって何？ 1 日100グラム減ってるってこと？そう、1日100グラム。1日100グラムをね、目安にしてるんだよね。うん、1日100グラム減らすには、700キロカロリーっていう差分を作ればいいんだよね。うんうん、摂取と消費で。そういう風にコントロールしてるので、100グラム減っていくっていう風になってますね、今のとこ。まあたまにね、めちゃめちゃ飲んじゃう人があってあるんだけど、うん、まあそういう時はその後5日間ぐらいかけて調整していくって感じだね。多めに減らしてっていう。今回は何か特別なことしてるんですか？
食はだから昼は干し豆腐にするとか、あとお寿司はもうやめた、はいはい、さすがに。おでんって減っちゃいました、コンビニのおでん。なんかね、え、全然あるよ。あるんだ。僕のイメージちょっと減った気がするなーっていう体感ですけど。ないとこある？あのレジ横にさ、おでんのでかい入れ物を置くんじゃなくて、うん、あの棚に置いてるとこ増えたよね、ちっちゃいパックで、はいはい、であれを温めるみたいなの増えたかもね。なんか衛生的にそろそろきついかもね。あ、そうそうそう、そうコロナで、うん、おでんもね僕よく食べてますよ、夜ご飯のよ。おでんね、おすすめしたいのが、うん、今夜ノートに書いたんですけど、やっぱ春の野菜を入れることですね。何？ふきのとうとか？ふきのとうでもいいし、僕が勧めたいのは菜の花ですね。へえ。菜の花って今すごい売ってるじゃん、スーパーに。知らん知らん。え、なくない？あるよ。めちゃめちゃあるよ、菜の花。てか今しかないから菜の花は本当に。今って時系列いつの話をしている？ね、1月2月ぐらい。1月年明けから菜の花が並び始めて、4月末ぐらい菜の花なくなっちゃうんですよ。そうなの。半ばぐらいかな。ゴールデンウィーク待たずに菜の花は消えるんですよ、棚から。ほんと春しかないので。で、菜の花っていうのは、軽く湯がいておでんに入れるとすごい美味しいですよ。へぇー。なので、セブンイレブンでおでんパック買ってくるじゃないですか、カップに入れて。うん、あれを家に持って帰って、ちょっとだけ面倒だけど、手鍋に移すんですよ。うん。移して菜の花を入れて、人にさえさせる ?1 分ぐらい煮ると、あの、うん、菜の花の出汁というか、うん、香りがついてすごい美味しくなるんだよね。へえ、知らなかった。うん、僕は昼は干し豆腐、夜はそのおでんとか食べて、あとプロテインとかね、ふんふん、取ってあのカロリー調整してますけど。で、運動するとまあ1日 100g 減っていくって感じですね。菜の花以外はなんかこう、それその発想はなかったそんな都合よくないわそんなん菜の花食べない、全然ないね。そっか、他あるかな。なんか僕あのあんまりもうスーパー行かなくなっちゃって、うん、オンラインで買っちゃうんですよ。でその時に前もちょっと話したけど、うん、同じようなの買っちゃう、うん、もう同じカテゴリーから同じように買ってっちゃうから、偶然のフラフラ菜の花みたいな、知識がないと検索でいけない。じゃあ今度菜の花買ってみ。へえ、買ってみる。僕ああいうの好きだから、ああいうちょっと、ああいうっていうか食ったことないから分かんないけど、癖ある系好きだから。そうそう、癖があって美味しいんだよね。うん、まあ、ほうれん草を代わりに使うといいかもね、今だとね。へー、苦味好きだから僕、うん、いいんじゃないですか。なんかでもね、菜の花は50点。50点50どんぐり50どんぐりは違うわ、厳しいな。なんかもう他になんか、例えばなんだろう、食べ物か、メンチカツの衣全部剥がすといいよみたいな、なんかそういうさなんだろうな。あ、最近僕好きなのは、うん、ファミマであるベースフードの、あのパン、ね、ベースパン、パン、はいはいはい、あれ僕めっちゃ好き。あれ普通に美味しいよね。美味しい、うん、あれのメープルだったかシナモンだったか。メープルいいね。2つに分かれてるやつでしょ。そう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 、うん、あれ美味しいね。しかも栄養良さそう、知らんけど、うん、なんか栄養素がバランスいいんだよねあれね。そうそう、でもさ、あれってどんな製品でもあんな細かく書いたら書けるんじゃないのとは思うけど、醤油とか多分もっとあると思うんだよね、栄養醤油とかだとさすがにさ、何、タンパク質とか少ないじゃないですか。もう入りようがないじゃん。とかあとあれか、塩分が過剰になったりするのか、うん、そうそう。僕なんていうのあれ、ベースパン、ベースフードですよね、うん、ベースブレッドか。そうそう、あれすごい好き、美味しいし、うん、2、300円ぐらいなのかな。で、あれで朝ごはんだとちょうどいいなっていう。あれはいいっすね。うん。うん。僕は、あの、ローソンのブランパンを食べちゃいますけどね、今。糖質オフにしたいので。そうか。ベースパンは糖質があるのか。糖質もちゃんとあるんですよ。まあ、そもそも糖質とかね、炭水化物ちゃんと取った方がいいじゃないですか。うん。なしにすりゃいいもんじゃないので、そういう意味でもやっぱバランスがいいっすよね。うんうん。あ、最近おすすめしたいのが、うん。親フォグタイムって知ってますよね。知ってます。親ホグタイム有名じゃないですか。うん、今ね、耳ホグタイムっていうのあるんですよ。耳ホグタイムね、ナイトミー超いいよ。うん、ナイトミー耳ホグタイムっていう商品があるんですよ。これ何かっていうと、そう、あの、あったかい耳栓、普通の耳栓はまあしながら寝る人っているじゃないですか、結構。うん、これは耳栓が発熱するんすよ、じわりと。うん、でこれつけて寝ると
気持ちいいんですよね。へえ。でなんか眠りが深くなるような気がする。それいい、なるみさん、こういうの、こういうの、そうなのよ、うん、これいいでしょ。そうなのよ、なるみさんはあの干し豆腐じゃなくてこういうのよ。干し豆腐の方が俺はハマってんだけど。いい。ナイトミンもね、耳ほぐタイムも結構ね、うん、使ってますよ。へえ。僕さ、最近寝つけないのよ。うん。寝れないから、もう一層起きようと思って寝て、あ、起きて、うん。いろいろしてたら朝になって、で、そのまま過ごしてて、うん。もうやばいパターンぐらいで寝るんだけど、もうそうすると、ぐちゃぐちゃで睡眠時間が。あ、朝8時に寝たりしてんだよ。意味がわからんから。それひどいな。普通に寝たいのよ。うん。でも寝れないのよ。で、昼夜逆転してるって言うけど、それ頑張って直そうとしても、そもそも夜にちゃんと寝つけないからこうなっちゃうんだよね。それ耳ほぐタイムでしょ。いいじゃん。いいっしょ、これ。これね、普通の、薬局に売ってんのよ。ドラッグストアに。うん、へぇ。でもさ、600円とかかな。何回も使えるんですか？何回も使える。でもね、僕ね、安全帯で寝るんですよ。あ、そうね。うん。それってさ、こうなのよ。うんうんうん。耳さ、枕に当たっちゃってるから、練り込むんじゃない？そう、痛いんだよね。いやいやいや。だからイヤホンしながら寝たりとかができない。ああ。横に枕があるから。もう知らないよ。助けてよ。助けてよ。知らないよじゃないよ。それも知らないよ、俺は。知っててよ。これ小林製薬なんですね。小林製薬って、キャッチコピーというか、うん、コンセプト何か知ってます？え、なんか名前を面白くしたいみたいな感じじゃないの？あったらいいなを形にするっつって。あ、そうなんだ。そうそう、小林製薬って面白いですよね。結構好きだ。ガスピタンみたいなさ。はい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 。なんかもう商品名すごいよね。商品名すごい。あれのネーミング、熱さまシートとかもそうだし、うん、ノドヌールとかさ。そう、すごいよね。目きれいにするアイボンとか。なんかドラえもんの道具みたいだもんね。なんかね。でもほんとそう、ほんとそう。これネーミングどうやって誰が決めてんだろう。すごいよ。天使の耳クリンとかさ、爪ピカッシュ、小学生に決めさせてんじゃないのこれ。メガネクリーナーフキフキ。簡単洗浄丸。そんなんあんの？すごいね。すごいよね。あ、あとナイトミンって、うん、シリーズがあって、うん、鼻呼吸テープもあんだね。ああ、あれでしょ、ペタって止めるやつでしょ。あんなの息できないわ。そうそうそう、死んじゃう死んじゃう。あれはあれダメよ。あれ死んじゃうよ。怖いねこれね。うん。小林製薬僕好きだったな。なんか小林製薬のサイト見たことがあって、うん、小林製薬の戦略みたいなのが独自の書いてあるんですよ。これ僕結構昔好きだったな。小さな池の大きな魚戦略っていう、なんかね、自分たちで言ってて。どういうことそれ。大きい市場じゃなくて、ちっちゃい市場でシェアを取るってこと？そう、最初に行って高シェアを獲得するっていうのを、うん、なんかだからあれじゃない？寝るとき耳栓市場とかさ。うんうん。寝るときに耳が冷たくて寝れない市場って相当ちっちゃいなと思うけど。けどそこの一番を。取り切ったよね、もうね。そう。すごい。小林製薬好きなんだよな。これ多分あれだよね。小林製薬って社長が小林さんで、いまだになんかそういう代々な気がするな。違ったっけな、忘れちゃった。もう一族の系なの。なんかそんな気がしたけど、ちょっと忘れちゃった。まあ、これ、的なこと言うと、またね、訂正が来るからね。お便りで。確かに。大阪本社の会社なんですよね、確か。会長小林さん、社長小林さん。うん。おー。おー、なんかそんな気がするな。うん。はい。何？ナイトミン？ナイトミン。これちょっと僕。一回買ってみてよ。500円ぐらいで買えると思うから、確か。へぇ。薬局で。寝つき悪いのよ。そうなのよ。ここで書かれてるわ。そうなのよ。うん。いや、でもね、これつけたらほんとよく寝れるよ。へぇ。耳があったかいって結構ね、いいよ。耳あったかいってどういう、確かに、温めようがない気がする。普段やってないんだよな。うん。そうそう、耳を当ててみようと思った理由が分かんないもんね、これ。もうめちゃくちゃちゃんと研究したらなんかあったんじゃない？あったんだろうけどね。うん。すごいよね、小林はやっぱ。基本的に温度、体温が下がるときに、こう、眠くなるっていうのは言うんで。上げてどうすんだろうね。あ、でも上げて、うん、上げて下げる。上げて下げるんじゃない？そういうことか。確かに。
開けてそうすんだろう。まあまあまあ。暖かくなってそっから、だからお風呂上がりとかは眠くなるとかね。あと、雪山で遭難すると眠くなるみたいな。その落差の問題なのかもね。うん。落差が大事なのかな。なるほどね。じゃあめっちゃ上げればいいかも。うん。いやー、ないといいな。ちょっと検討してみます。うん。ぜひ検討してみてください。こんな感じでね、ドングレイフムでは、小林製薬のおすすめ製品を毎月1回紹介するコーナーがあるとかないとかっていう噂なので、ぜひね、ぜひおすすめあれば教えてほしいですね。はい、この小林製薬の提供でお送りしております。